御座の前に来て神と子羊とを褒めたたえよ。この賛美が全地から流れていきます。御座にいます方と子羊とを賛美し礼拝することは作られたすべてのものの喜びだからです。キリストイエス様、今日のこの礼拝の時をありがとうございます。私たちは
作られたすべてのものとともにあなたを礼拝します。その礼拝の中にあなたの愛が、喜びが、そして癒しが満ちることを信じます。そしてその中であなたの愛なる願いがなることを信じます。主の賛美が全地に満ちますように、そして主の願いが全地になりますように、この礼拝の時をあなたの御手に委ね、イエス・キリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日この御座の前に来て、アドトローヌムの3から始まったんですけど、3を賛美している時はなんか喜びがふつふつと湧いてくるのを覚えました。まだね、覚えてなくってね、もう言葉が大変と思っている時はハミングでも心を合わせるだけでもいいんですよね。礼拝そのものの喜びがこの賛美の中から流れてくるから。そして2になったらもっと大きな喜びが湧いてくるのかなと思うと、2になるとなんだかこのまだこの礼拝があるのに、この喜びがあるのに知らない人のために祈ってるような、さあ御座の前に来ましょうって、待たれてるんだよって、呼ばれてるんだよって、なんかそんな祈りに変わっているように思いました。今日は癒し礼拝です。どの礼拝も一緒なんですけどね、特に癒し礼拝という名をつけて神様の癒しを祈り願う。で、私たちは今この作られたすべてのものがね、神を褒めたたえる宇宙礼拝の時に入ったと言われ、なんか賛美がどんどんこう新しくされてますよね。で、今日は5月で、去年もそうだったんですけど、イザヤ書おとどしの12月から、1節ずつ、あるいは1節の半分、3分の1を賛美しながら来たんですけど、去年はその5月、6月、7月かな、なんか3ヶ月もお休みしてしまって、だから今年もお休みするって言ってたんですね。ところがこの礼拝がこんな風になんかこうスケールが大きいっていうか、こうもう本当にある意味より純粋な礼拝にされていくと、このイザヤ53章をね、放っておけない、これをここから離れてはいけない。なんかこうイザヤ53章っていうのはキリストの十字架のことを、ね、語るところなんですけど、ここを離れてはいけない、この十字架から目をそらしてはいけない、いやそれが礼拝なんだっていう思いが迫るもんですから、今日もイザヤ53章を、賛美することにしました。新しいところには行かなくて、今まで1から5節までやってるんですが、その今日は5節だけを歌います。で、もうだいぶ前なんですけど、イザヤ書53章を賛美している時にもう一つ何かこうその中に響いてくる声があるんですよね。まるでイザヤ書53章はこの一言を伝えてるんだよと言わんばかりに、なんかこう響いてくるのがあって、それがスムデウス、私は神であるでした。で、前回このスムデウスを重ねて歌ってもらった時は一節でしたよね。53章の一節と二節ぐらいまでだったんですね。で、今日は五節なんですが、五節にもそのスムデウスを入れて歌ってもらおうと思います。まず、その聞こえてきたというスムデウス、私は神である、二番は神は愛である、そしてアーメン、これを皆さんとも共に賛美したいと思います。スムデウス、私は神である。
スムデウス、エゴスムデウス、私は神であると言われる方がおられる。この世には神と見えるもの、神に代わるものはたくさんあります。しかしここにしか神はない。イエス・キリストはあなたの神です。私は神である、私は神であると、この響きにこう歌っていると、歌わなくてもそこの中にいると、なんかこう全細胞がこうそれにこう響き合っていて、神になり変わるものをついつい持ってしまう私たちの、そのいらないものをこう取っていきますよね。そしてこの神様に抱きかえるとき癒される、そして喜びが満ちますよね。ペン持ってくるの忘れたから、ちょっとペンをもらったんですけど、それはね、まあ、あまりにたくさんの癒しが起こっていたから書いとこうって、忘れないうちに書いとこうと思ったんですけど、もう最初はね、顎から始まったんです。言わなくてもいいことを言ってしまって、なんか顎が痛いって顎から始まって、そして目、見ないで良いものを一生懸命求めすぎて目が悪い、そして3つ目はお腹だったんですね。なんかこれは文字通りお腹が痛いとか詰まってるとか下してるとかありますけど、自分の本音をね言わないでずっと腹に溜め込んでしまって、神様は神様、腹に溜め込んだもんじゃないんですよね。私は神であると、もうはっきりと断言してくださるんですよ。この神を信じて、私は神であると言われるその方の響きに合わせると、そんないらないものはねなくなっててしまう。もうこれこそ癒しですよね。そして私は神であるという方を本当にアーメンという時、それこそ礼拝だと思います。イザヤ53章は、誠に神が私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださった、あなたのその顎が痛むような言葉も、見たくないものをどうしても求めてしまう私の肉の思いも、本当のことが言えない、いや痛みや悲しみを全部自分の腹の内に溜めてしまう、そんな辛さも、ことごとくをその身に負うて十字架で死んでくださった。その様は目を背けたくなるほどの無残な様でした。この十字架を立ったのが、イザヤ53章。今日は五節を歌いますが、賛美隊がラテン語はね、ちょっと久しぶりなので、ラテン語は賛美隊が中心に歌いますが、あ、ここは歌えそうとか、そしておかしなっていうか、言ったら悪いですけど、おかしな覚え方しましたよね、いろんなところ今日でもね、ディスキーナっていうのがなんか、ね、デースキプリンとパパのキスって言って、私やっぱりそれ思い出しちゃって、まあ、そういうところだけでもいいですし、もう日本語はその後続いて歌いますから、日本語のメロディーをね、ハミングしてくださってもよいし、このイザヤ53章の響きをね、体に受け、そしてその響きを知るときに癒しはなってるんです。そしてあなただけではない、祈っておられる人にもこの響きは必ず流れていきます。
以前これをラテン語で賛美するとね、なんか明るくて、日本語で賛美するとちょっと暗いっていうね感想を何度も聞いてたんですね。でも気がつかれましたか、そろそろ同じくらいに明るくなってきて、みんながキリストのこの十字架を喜び、なんかその神様の願いを捉えてきたからですよね。明るくなってきました。ちょっと最初のところ、53章の最初のところをちょっと映してください。 5節ですよ。今さっき歌ったところでいいです。日本語です。このしかし彼は我らの咎のために傷つけられ、我らの不義のために砕かれたのだって。その傷つけられって、私たちね、ちょっとしたことで傷つくじゃありませんか。傷つけられるし痛いで、傷つけられない人なんかいませんよね。で、できることなら傷つけられることから逃げたい。もう私は怖がりもあるし、もうそうだから何とか自分が傷つかないで済むようにって、もう一生懸命考えて人と会わせるようにした。なんか悲しい少女だったんですよね。まあ、それがこの私の代わりに傷ついてくださった方がおられたんだって、それを知った時に、ああ怖がりでも嫌になりました。しかもですよ、彼は神様ともあろう方は自分のね、やった悪いことのために傷つけられたんじゃないんですよ。我らの、彼以外の、私たちの罪のために傷つけられ、我々の不義のために、まあ両方とも罪なんだね、不義。神様なんかいらない、私でやっていけるよって、もう神をね無にしてしまうような、そんな思い、罪のために砕かれたのだって。しかもこれはね、この次ありますけど、自ら懲らしみを受けて、神様はご自分から喜んで傷つき、傷つきどころじゃないですよ、砕かれたって、まあ、英語ではブルーズって書いてありますけども、このすっごい大出血してね、よくテレビのドラマであるじゃありませんか、ボッコボコにやられて、あの顔が形をとどめない、色まで変わっちゃうみたいな、あんなそれ以上の砕かれ方をされたんですよね。そこまでされないと私たちは癒されない、許されないほど、救われないほどの強い肉をもう持っちゃってるんですよね。でも神様はそれを癒し、許し、救うためにこんな姿になってくださった。だからもうこれを賛美しているだけで、私たちはもう自分の一番深いところにある罪を、痛みを、神などいらぬとしてしまう、そんな思いをも癒してくださる。私は神であるって、なんかエゴスムスがこう後ろに流れていたのがなんか分かるような気がしますよね。あのエゴスムスの時に本当にすっごい癒しがもう端から端まで行ってました。ラテン語を皆さんあんまり歌っておられなかったので、リオレイユスを
共に賛美したいと思います。その打たれた傷によって我らは癒されたのだ。癒されるであろう、癒されたいじゃないんですよね。癒されたのだ。キリストの十字架は完成しています。だからもう本当はこの一曲だけで、この一つのメロディーだけでも十分だというほどの賛美ですよね。で、まあ、賛美隊はスムデウスを間に入れてくれてたんですが、まだあんまり聞こえなかったですよね。もう皆さんもそのうちにスムデウスを覚えて、ちょっとあここで賛美出ようって言って出てくださると、本当に美しく響き合います。ハワイで与えられたレレワレアクアラという賛美があります。ここでしたミニコンサート、ハワイミニコンサートイン風の教会でも歌ったし、礼拝でも今月の初めの礼拝でも歌い続けてきましたが、
なんか神様がね、この新しい賛美を与えて、礼拝の新しい一面を示そう、知ってほしいと言っておられるような気がして仕方がありません。このハワイ語というのはもう本当に難しくて、我、レレ我の我はね、もうどんな言葉にも訳せないと最初聞いたんですよね。で実際聞いてみると、まあ、本当にそんなたくさんの言葉を付け加えないと、こう我を表せない、時間空間次元に制限のない状態だったかなを言うんだそうですね。で初めはこれは神の愛だと思ったんですけど、このメロディーをつけて歌ってもらうと永遠だと、ね、永遠だと思いました。それで、作られたすべてのものが神の永遠の愛の祈り、もう祈りという言葉をつけましたが、つけなくてもいいんですけど、の中に置かれますように、なんかこうどっちかといえば天からの祈りのような気がしますが、そんな祈りの賛美です。1が与えられて、そして2が与えられて、2と1をこう重ねるとね、なかなか素晴らしい響きになるんですが、今日は3も与えられたので最後にねそれもします。で3が与えられて、ここで最初礼拝前にちょっと練習してたんですね。そしてこうスーッとそこ行こうかと思ったら、ハープが目に留まって、その今ハープ弾いてくれてる鈴木直美さんのところ行ったらね、はっと思い出したんですよね。そういえばと、レレワレアクアラにはね0番号があるのよって、もう一曲あるんですよ。その一番の元になるような、なんか超長いもうレーレって言ってもう長く続くようなので、それを思い出しました。で今は一昨日もできてませんが、それをベースに2、1、3、3と歌うと、なんかこの立体賛美になって、まことにこの礼拝の中でね、永遠が表される時が来た。永遠というとね、なんかこう時の限度がない、えらく時間的に先のことを永遠と思いますよね。そういうとね、なんか分かるようで分かんないんですよね。だから私は永遠の命という言葉ももちろん聖書にもあるし、イエス様も語られますよね。それがね、なんかこう今一つこう分からない、永遠の命とはと、唯一の真の神でいますあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストと知ることでありますと言われると、ああ永遠の命とはそういうことかというような、それでもなんかこうつかめないんですよね。で今回このレレワレアクアラの賛美がこう3つ与えられたのを見ているときに、永遠という言葉をね言い換えてみたらわかるじゃないかというふうに思いました。この永遠っていうのは、この伝道の書にあるね、神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。そこがね、日本語では永遠を思う思いと言わないと文が流れが悪いから、分かりやすくしてありますけど、英語ではもうイタリティ、永遠を与えられたとなってるんですね。でその永遠というのは、だって人の心に永遠を与えられたって言ったら、それによって人は生き、それによって存在するというような、それほどの何か確かなものですよね。だって人の心に永遠を授けられたんだもん。だからこれをこう言い換えてみたんですね。この永遠の、永遠を授けられたって言われたらわからないけど、永遠の愛を授けられた、変わることがない、消えることがない、絶えることのない永遠の愛、永遠の命、よみがえり続ける命、そして永遠の許し、これは十字架による絶対の許しですよね。もう絶対の許し、永遠の癒し、完璧な完全な神の癒しです。だから私たちはこの神の永遠をね、だから愛であり、許しであり、癒しであり、それをもう
授けられている。で、人はこの最初に授けられていた、作られる時に授けられていたこの永遠に戻りたいんだって、永遠を表したいんだと思ったんですよね。永遠って見ることはできないけれど確かにあるものなんですよね。それでこの永遠、神の永遠、これがこの人々に作られた全てのものの中にある、まあ、この永遠の愛の響きがある。神はだから最初に人を作られた時、まあ、言葉によってできたと言いますけど、私は響きだという、神の愛の永遠の愛の響きだと思ってるんです。だからこれに変える時、この響きを賛美する時、全ての作られたものとは響き合う、合いますよね。それだろうと思ったんです。そして実はもう今朝方でしたけれども、神様はこの永遠の思いを授けられ、礼拝でその永遠を表す時が来たということを言っておられるんだって。それはちょうどこのいろんなところにもうこうイエス様が語られた御言葉の中にあるということに気がつきました。天にまします我らの父よって、私たちは主の祈りを祈りますよね。御国が来ますように、御国を来たらしたまえ、天に御旨のなるごとく地にもならせたまえってこう祈りますよね。あ、これは礼拝でなることなんだという思いでした。もともとね、天にまします我らのと、どうして我らなんだろうってイエス様がね、弟子たちにね、このように祈りなさいって教えてくださった主の祈りですよね。我らのって何だろうって、ここにいる私たちみんなのことなんだろうか、あるいは主も一緒に祈ってくださってるから我らなんだろうかとかね、実はね引っかからなくっていいのに、なんかずっと気になってたんですよね。で、今回、まあ、これもまたそら私一人のこの思いなんですけど、この礼拝に呼ばれている者たち、この礼拝に御国を来たらせたまえ、礼拝に御旨を鳴らせたまえって、なんかそれではないかと思った。5月の初めにハワイに着いた時に、実はこの与えられた思いがあるっていうのことを話しましたよね。それはね、まずこの昔もう25年以上も前に出会った大学の法学部の先生の話をちょっとしましたよね。その話が浮かんできてしょうがないんです。この先生は法学部長までするような方だったんですけど、この自分の行ってる教会にアメリカ人のね高齢の伝道者を呼んで、そこでメッセージがされている時ね、その彼女の後ろにご主人が椅子に座ってじっと聞いておられたっていうのを見たっていうんですね。ところが実際はそのご主人はもう何年も前に天に帰った人だったんですよね。それでもう本当にびっくりしたと、もうその先生はね私に話されました。でその教会はね、そういうことを信じないというか喜ばないところだからね、受け入れられなくて随分痛い思いをされたみたいなことを話しておられました。その中で私はね、もう本当に忘れられない一言があったんです。その彼女オルガさんっていうんですけど、そのご主人は祈りの中にこう絶えずなんか奥さんに語っておられたんだそうです。癒しのことや何やのことや、たくさんのことがあったんですけど、私は忘れたんですけど、一つだけ忘れられないことがあった。それは地上で癒し礼拝をすると同時に天でもね礼拝がされてるんだよって。だからオルガさんにね、あなたがね礼拝している時一人じゃないよって、私たちも天で全く同時にですよ
礼拝してるんだって伝えてくれたんですという話をその先生がされたんですね。で、私はそれがオルガさんの思い込みや先生の信じたいことではなくて本当だと直感したんですよね。なぜなら癒しを祈るとき、いつも何かね、天から助けがあるような気がして仕方がなかったんです。祈るのは私だし、癒されるのはもちろん主ですよね。一対一でありながら、いつも何か助けがあるような気がして仕方がなくて、まあ、聖霊が助けてくださっている、主が来てくださっているとか、いつもそんなふうな言葉を言っていましたけれども、同時に礼拝がされているなら、それはもうある意味一体の礼拝なんですよね。天と地が一つとされて、たった一人の礼拝でもですよ。だからその礼拝の力がね、だって天の方がこう神の臨在や癒しは声に決まってるじゃありませんか。それがね、こう来てるんじゃないかって、なんかそれをこうその言葉によって私はもう直感したので、本当そうだと思ってたんですね。で、だからピーター先生はよく言われますよね。この集会はね、何年経っても一人だって。だからもうそろそろね、もうやめようかってね、そんなこと言うなって。テントのね、テントのこの礼拝の関わりをね、この切ってしまうなって。あなたは一人で礼拝しているんではないって。天の人たちも共にしているって。で、このその天と地が一つになってされている礼拝といった時に、もうどうしてももう今朝ですけど湧いてきた言葉がありました。一つだけプロジェクトあるかな。はじめに神は天と地とを創造された。この聖書の一番最初にある言葉なんですよね。で、2年前ハワイに行った時に、そこで一番最初に語られたのが、作られたものは神の創造の思いを共有しているって。もうこれはさっぱりわけがわからないまま、もう2年が経ちました。で、今日はこの初めに神は天と地とを創造されたって、これがね、なんかこう湧いて迫ってくるんですよね。で、私はもともとこの御言葉に衝撃を受けたものなんですよね。だって初めに神様は天だけを作っておられたらね、ことは楽だったんですよ。私たちみんな天でね、隣とぶつかることもないし、傷つけられることもないし、もう賛美してもう喜びの中にいたらいいじゃありませんか。でも天だけじゃなかったんですよ。地とを創造された。天と地と、しかもまた地だけでもなかったんですよね。天と地の両方がいったんですよ、神様の願いがなるには。で、そうだったんだって。今まではやっぱりこの天と地の両方がいるという時に、やっぱり天がなんていうか先で、そして天がこう、天の喜びや願いが地になっていくというのがこうプロセスとこう思ってたんですね。もしかしたらそうかもしれませんけれど、この天と地を作られた、だから霊だけではよかったのに肉をもお作りになったということですよね、神様はね。それはこの白と黒の十字架っていうのが、この私はもう一番最初に示された幻だったんですけど、この黒というのはね、人間の罪やもう痛みや弱みもがこう昼のようにコロ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 出てきたかと思うと、天からこう白い光がパッと差したらね、黒い昼みたいなうにゃうにゃが横の綺麗な十字棒になって、真っ白い光が縦になって白と黒の十字架がなったという、そんな幻を見たんです。もうそれも分かるまで何年もかかりましたけれど、だから人間はね、肉体を持ってるからこそ十字架は完成する、贖いはなるという神様のね、メッセージだと思ったんですよね。同じように天と地とを、はじめにですよね、天と地とを創造された、この両方を作られたということによって神様の願いはなるということは、天も地がなければ完成しないんですよね。私はね、もう人はね、
死んで天に行ってしまったらもう全部完成された姿になってしまうってこう 思ってきたんですよね。思うじゃありませんか。私はそうだとはもう最近この賛美とか礼拝癒しを通して思うようになった。天に行っても癒しはあり、だって地が癒し礼拝している時天でもするというのは天にだってその癒しがいるからですよね。そしてその癒しは天の癒しは早いですからそれが地にまた降りてくると、なんかこう天と地がこう完了してるっていうかね、なんかそれをここで思ったんですよね。そしてこの天と地、これが一つとされる礼拝の時が来た。そしてその神様が最初に作られた時、この天と地を創造された創造の思いですね、これは何かというと、私は愛だと思う。先ほど言った永遠の愛、永遠をもって作られたんだと思っていますけど、それは永遠の愛だから、今朝もピーター先生にね、初めの愛に帰れっていう言葉がありますけどね、あれは何ですかって、この初めて主に出会い初めて主に癒され許された時のあの喜びをね持ち続けようという意味だけですかって聞いたら、いやそらそれだけではないかもないだね、ないねとか言って言われて、私は実は今朝はね、初めの愛に帰れっていうのは神様が創造の時に私たちを作られた初めの愛、それは神の似姿に作られた愛ですよね。そこに帰れって、帰りたいって、そこに帰るならもう神様の命とハーモニーするし、周りの人ともハーモニーするし、その人が最もその人らしく生き生きと生きますよね。で、ニューヨークでこの初めの愛に帰れという言葉が与えられて、メロディーがこう湧いた時に、そのメロディーが実はレレワレアクアラの2だったんですよね。レレワレアクアラって、この全ての作られたものが神の永遠の愛の祈りの中に置かれますようにという祈りは、神が全てのものを作られた初めの愛に帰れという愛のメッセージでもあったんだと私は思っています。そんなことをね、そんな考え方する人ないよって言って笑われちゃいましたけどね、ピーター先生にはね。でもそっかって、そこまでこの礼拝はね進んできたかともピーター先生はおっしゃってましたね、それではこのレレワレアクアラって、この賛美の中にいるだけでいいんです。本当にいるだけで、この神様が戻したいと願われた初めの愛、永遠の愛に変える、癒されるということですよね。そして本当の喜びに満たされます。Thank you.
不思議なことですけど、この位置を賛美していると、先ほど練習の時もそう、なんか白い鳩が飛ぶんですよね、目の中をスーッと端から端へとゆっくりゆっくりこのメロディーに合わせて、たくさん飛ぶんじゃなくて1羽が飛ぶんですけど、なんか本当白い鳩がこの地に使わされてきた願いも、なんかここのレレワレアクアラの世界にあるのかもしれませんね。それでは先ほど言ったあのレレワレアクアラの3、これは働き人礼拝の中でこのレレワレアクアラの1と2をね、あのなんかこう賛美していた時に響いてきたもう一つのレレワレアクアラです。でまだもう楽譜もできてなくて手書きの楽譜で、最初賛美隊が歌ってくれます。そしてあと1や2を足してまた1も歌います。共に歌ってくださっても良いですし、そのレレワレアクアラのこの中でね、主にこうたくさんのことを願ってここに来られましたよね。もういろんなのいっぱい主は聞いておられますが、なんかそのうちのいくつかは私にも来てますが、主に向かってね祈ってください。お前はね一人ではないよって、私がいるし、そして天の助っ人もいるって。ではそのこの響きを聞いてください。Thank you.
キリストイエス様、あなたが人の心に授けられた永遠が姿を現す時が来ました。それは愛が表され、癒しがなり、私がなる時です。この響きの中にあなたの癒しが満ちています。すでに十字架でその癒しがなったからです。だから今求めます。朝からお腹が痛い人に、目が、特に片方の目が、左の目が痛む人に、喉に、そして吐き気が突然のように起こってくる人に、主の癒しは注がれました。ああ、私の子供のことを祈ってください、孫のことを祈ってくださいと叫ばれたあなたに、そのお子さんに、お孫さんに、主の癒しは届きました。この賛美の響きが癒しとなって、傷んだ心に、傷ついた心に届きました。経済のことで行き詰まり、もう明日がないと叫ばれたあなたに、主は来られました。私がいると主が言われる。おお、主よ、あなたが整えてください。そして家族の者に、がんの者がいる、痛むことはない、癒されていると聞こえました。きっと
胸、肝臓、腸の、そして骨の癌だと思いました。そして皮膚のかゆみに、皮膚の病に傷んでいるものよ、私はお前の心を癒そうと聞こえました。傷ついても痛めつけられても、ずっと我慢してきたあなたに、重荷を一人で負ってきたあなたに主が望まれた。主よ、あなたは重荷を、病を賛美と変えてしまうことのできる方です。賛美の響きとして取り除いてください。いや、賛美するものとしてください。頭に、首に、背骨に、腰に、足の、足の指かな、なんか足の裏の骨ですけど、そこに癒しが行きました。主、ありがとうございます。あなたの癒しが、言えなかったものも含めてことごとくなったことを、さらになり続けることを信じます。主、ありがとうございます。感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。なんか、さっきの賛美の最中にいろいろ癒されていたことは言うのを忘れてしまいましたが、指や手首や、私ほど孤独なものはいないって、もう寂しさを通り越えて痛いって神様に祈られた方がおられますよね。私がいるよって、目を開いてごらんなさいって、一人じゃないよって、なんかこう目を開いて何を見るのか、私は死を見るのかなとか思いましたけど、そうだけではない、なんか神様が、ね、備えてくださっているものがあるんでしょうね。あ、これだと思う方はね、受け取ってくださいね。なんかもう一つ大事なのがあったんですが、忘れてしまいました。もう絶えず最初から最後までお腹なんですよね、今日はね。まだお腹が張ってるとか、お腹が痛いとか、前回はもうお腹が出てるのとか、そんな話もしてみんなに笑われましたけど、もうあの時そういえば神様がね、そんなことも含めて全部癒したよって、神様の癒しにね、大小はないって、命をかけるほどの癒しだからですよね、なんかそんな話をした。そしたら急に思い出しましたけど、本人から許可は取ってないけど、私の昔からの友達がね、ここにいるんですけど、杖をついてね、辛そうにしてね、来たんですよね。で、どうしたのって言ったら、もう腰が痛くって杖なしに歩けないって言って、もうそれで顔色も悪いし、すごくきつそうだって。で、ふっと彼女を見るとね、あ、主はすでに癒されてるっていうの思いが来るんですよね。で、あ、本当は祈ってほしくて来たのかなという思いもふっと湧いたんですけど、いや違うって、主はね、もう癒しておられるって。それを言うと、そうなのって、全部面倒見たよって、変な言葉だったんですけどね、その中が出てるとかね、もうちっちゃなことも全部面倒見たよって神様が言われてますって言って、ここで祈りのこのリクエストを言ったんですよね。だからね、私はそれを信じるって言って、彼女は帰りました。そしたらこの間金曜夕飯に来てたんですけど、すごい元気そうだからよかったと思ったら、あのあと、ね、なんかひとしきり涙がこぼれたそうですが、そしたらすっかりもう腰も癒されて、杖ももうついていませんでした。神様の癒しってね、やっぱりすごいですよね。
そうな、私は今日はこの癒し礼拝でね、これとそしてあと2つね、本当は短く話したいことがあったんです。1つは今ちょっと部屋を整理して、昔のブドウの木なんかをこう揃え直してるんですね。そして一冊からポソッとね、私がおそらく縫製しようとしていたちっちゃいこんな紙が出てきたんですよね。で、あれって思ってみると、パテルノステルの響きと書いた文章で、下に私の写真があって、もうただ白黒のなんていうか、この構成用のあれですから、多分公表されてると思うんですけど、その中にね、まだ1月の終わりで、2011年の1月の終わりで、まだスタッフさえパテルノステルを覚えられてない時なんですけど、ここの街道にね入ってきたらね、ウィーンワーンとかシューンとか変な音がものすごくしてね、私の耳にもう痛かったんですよね。で、おかしいなって、なんか地震前の何か低周波か電磁波かなんか知らないけど、そんなのがこう聞こえてるのかなって言って、でスタッフたちに聞いてみるとね、ほとんどの人は聞こえないんですよ。そこにいる鈴木直美さんはもう頭痛くて、この痛いこの音に誰が気がついてくれるかと思ってたなんて言ってましたけど、とかある人は痛く音はしないのに頭痛がするとかね、なんかそんなんだったね。そしてピーター先生は、私もうるさいって耳に来るって言っておられて、これは大変なことだと、パテルノステルが与えられているのにも意味があって、今ねこのパテルノステルを賛美してくれって、今神様が与えてくださったばかりのこのパテルノステルを賛美することによってしか、この危険な状態をね回避できないって言われて、もう心合わせるだけでもいいって言って、賛美隊が歌うパテルノステルに心を合わせたり、あるいはもうただ見るだけで歌詞をね、パテルノステルを賛美したんですね。すると、もう本当にびっくりでしたけど、あのウィーンっていう音がね、パテルノステルの響きにね覆われて消えていくんですよね。そしてただ消えたんじゃなくって賛美になったんです。で、うわーってね、私はもう本当にびっくりし、喜びました。で、これに書いてるんですよ。それにしてもね、パテルノステル、ラテン語の死の祈りのね、響きの力にはね、びっくりしましたって。この、いらないものをね、取り除くのではなくて、賛美の響きと変えてしまう。こんな力がね、パテルノステルにあるんだって言って、それだったんですよね。で、パテルノステルだけではありませんよね。私は響きはそうだと思う。ハワイで、今回またハワイで再会しましたけど、がんが癒された方いますよね。あのがんが癒された方だって、もうここが真っ白になるほどのこの末期に近いがんだったんですけど、このがんがね、がんよ出ていけって祈ろうと思うと、誰かが違うよっていうので、どういうことかと思って手を置いているとね、がんがねこうして賛美に合わせてね、アーメンのアーが長い時にうわーとかして、面になるとちょっと揺れてるんですよ。うわ、ガンって賛美したいんだって、だから共に賛美しますようにって言ったら、この賛美の響きとハーモニーしたんでしょうね。すぐではありませんでしたけど、この方も完全に癒されてしまいました。でもハワイではね、また私は2回目の癒しを受けましたって言ってね、なんかこの言ったらしいんですよね。背中の痒い人がね、癒されますって、この治療でなんか背中が痒かったのが取れてしまったそうですけど、なんかこう賛美の響きっていうのは本当にこの癒しなんですよね。初めに神様与えられたもう永遠の愛、癒しだから、ここに帰るとこの響きとハーモニーすると、いらないものまでこの取り出したい、もう捨ててしまいたいものまで、この賛美の響きと一つとなって、賛美となるか消えるかですよね。そしてもう一つあったんです。もう一つは、沖縄の池間さんが集会報告を書いてくださったんですね。で、その中に集会はね、自分と息子の2人だけだったって。だけど、ここにね、亡くなったお父さんやお母さんやみんな来てるよねって思ったんだそうです。でも一人だけ忘れてたんですって。誰さん誰さんって言ってるのにね、おじいちゃんだったんですって。おじいちゃんのこと忘れてたって、おじいちゃんも来てるよねって言うとね、その途端にね、ポタッ
とね、大きな水滴がね落ちる音がしたって、で息子さんと何これはって言ってね、でもびっくりしたけど、あ、おじいちゃんもね来てるんだっていうのがね分かって嬉しかったって。だからたった2人の礼拝でもね、天の礼拝と一つとなってたくさんの人が来てる。だからこのちっちゃいたった一人の集会でも、たった一人の礼拝でも、これはすっごい力があるんですよね。神様はね、この礼拝をね続けてほしいと願っておられる、そう思いました。神様に感謝の献金を捧げたいと思います。キリストイエス様、私たちのために十字架にかかってくださった主よ、あなたの愛を心から感謝し、あなたの癒しを信じます。あなたの癒しがここに全地になりますように、感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。パテルマステルを準備します。Thank you.
父なる神の愛が、御子キリストイエス様の愛が、御霊の愛がここに、この地に、全地になりますように。アーメン。このことを言おうと思ったからかもしれませんけど、すごい喉が、さっきの癒しの祈りの後、祈りのアレルヤを賛美してましたよね。その時に膝のこと、膝のことも忘れないでねって、膝だけじゃない、私書いたんですよね。膝のことも忘れないでね、あ、背中の痛い人のことも忘れないでね、全身がとっても痛い人のことも忘れないでねってね、祈ってあげてねって聞こえたんですよね。で、えってもう、もしかしたら、あの以前ね、一度ね、あの癒し礼拝の中でね、あの信じてない人も救われますかっていう声を聞いてね、変だなと思ってたんですよね。でその時に、だから、ああ、イエス様を信じてない人が今日はたくさん来ておられるんだと思ったら、たった一人だったんですよね。でもっとたくさんの人がその質問をしているという気がしたのに、おられなくって、それがもう、こういうことが起こった最初の疑問で、もう1年ぐらいになりますかね。でもその時わからないままにしたからでしょうね。今日はね、もう明らかに天から、それも祈ってあげてねって、まあ、それはもう、これを言ったらなってますからね。膝も背中も全身の痛みもね、あのなんか本当に天と地のコラボですよね、うん、そんな時が来たのだと思います。